よくそっちに行ったらいいんか。あー、これで？どうしよう。聞こえるかな。ヤッホー低いな。ヤッホー聞こえてますよって。あ、難しいな。で、この枕を使う必殺技。必殺技欲しくない。立てる。あ、感じ。よかった。今は握手会の休憩中です。です。です。タワー立つの2個だった。まや。ありがとうございます。すごい。そうや、確かにショールーム久しぶり。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。あれマートンって言われてんで。あ、じゃあこれメッセンジャーミスってるやんすごい、誰かに。うわ、タワー3本。うわ、ほんまや。すごいすごいすごい勢いです。ありがとうございます。これはうちらピースも勝ち進めるな。そうやちょっとピースって書いとくわ。じゃんけん大会の、じゃんけん大会なんて書いたらいいかな。ユニットへんねんな。ピースですよ、うん、お笑い芸人みたいなあ、顔文字のピースにしたらいい。誰かに電話してほしそうな人が一人めっちゃいる。ほんまや。まだ抽選行ってないんですよ。まあ込み込みらしいので、うん、順番待ちです。まあ残り物には服があるから。ほんまやな。最後に行ってもありどうする、あの一回しか戦わんでいいやつがさ、うん、残ってたら、うん、残ってたらラッキー。絶対欲しいよな。欲しすぎる。どっちがじゃんけん、どっちがするの。でも言っていいかな、リーダーは、うん、うーちゃんに決まったのでよろしくお願いします。どうなるんだな。
じゃんけんはまあ後から決めますね。でも弱いけど2人とも2人とも弱いからもうほんまにどっちでもいい消去法やな、うん、任せるというよりは。そう、はい、リーダー頑張ります。やっぱりチョキ出すんって、まあ、それはお楽しみで、それはお楽しみでチョキ出すと見せかけてやからな、うん、うーちゃん NMB の宝やってあざっす大事にしてください休憩中です。めっちゃ電話してくる誰かに電話したら電話していいかな。そこにでもみんなおるやん。そうやねグラビア女王嬉しい。もうランク数いったからな今。そうやんな。お、まなぶくん見たよ、ありがとうございます。ありがとうございます。ボムも見たよ、ありがとうございます。ありがとうございます。二人出てたもんな。うん。あと今発売中の UTB プラスも買ってください。すごくスタイルいいですよ皆さん。おい適当に言ってるなよ適当じゃないよ。どっか行った。後で拾うわ。二人のグラビアもあったらいいのにね。やってね。ね、会ったことなかったっけ。ないないか。うん、チヒとはない。めっちゃやった気分やった何で？だから妄想？怖い怖い怖い。まだ引きに行けないんですよ。そうなんですよ。二人は相部屋ですか？どうやろ。知らんよなまだ、うん。うっちーやのにめっちゃ言うかこれ言うね。そう、実はうっちーなんですよ。そう、私たちチッヒーのチーとゆうかのうーでうっちーやねんけど、はじめにうかひーってつけちゃって。そう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 、うかひーが結構浸透してた確かに意外と。ももるんが一番好きな先輩ウーカって言ってたよ。やって知ってますよあたいも愛してますわ。相思相愛なんで。やばい、入ってこない。見えてきたウーカがおいおいおいあんだけ肌白くなりたいわ確かに黒いな。うんなんかコメント読んで。初見です。毒リンゴブラックウーカ初見です。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。確かに髪の毛は黒いけどな、うんうん、
キッヒーとユウコが仲良くなったきっかけは？なんやろ。でもチーム同じになってからかな。あー確かに。でもそれまでも仲良かったやん。仲いい。確かに。なんやろな、二人で行動することはなかったけど、喋、ってたよな昔から。喋ってた。なんかここてんとか、ただいま恋愛中とかで、なんか一緒になること多かったから、そうやそうや、そう、その時は私媚び売ってたかも。気まずいってもうそんな。あの時の友情はじゃあ友情やった。ビジネスか。友情じゃないか。まあでもビジネスではないですね。うわ、タワー4本目や。ありがとうございます。すごい。え、なんかめっちゃ来たなんかいる。なんじゃこりゃ。犬スイカ。あ、そう、スイカと思ってた。スイカの上にクマが乗ってる。すごい。タワーありがとうございます。いっぱいありがとうございます。本当にピースへの期待が込められてますね。じゃあイエイ。どうしますかリーダー、この空気。この空気も何も喋ろう。何か喋ろう。おもろい。ちゃんと勝手なやって。分かった。1回戦で負けるのは嫌やな。でもそれはマジで悲しい、ちょっと期待したいよな。いやメッセンジャー気がやばい。待って何や。チッヒにトークを求めんとって。そうやったんか。求めてもいいよ。最近私は錯覚しようとしてるから。錯覚？うん、錯覚しようとしてるの。うん、え？どういうこと、どういうこと。覚醒かな。あ、そうやな。初めて聞いた日本語でめっちゃビビったわ今。錯覚しようとしてるって、どうぞしてくださいって感じやから。何がおかしいんやろってめっちゃずっと考えてる。もうこれやから NMB はアホって言われるんですよ。ほんまに。君の方が学校に長いこと。お、すごい。すごい反射してる。すごいすごい。笑い方にもじわる。うちなんで。あ、めっちゃ笑い。鼻の穴を照らそう。あ、見ないで。ちょっと鼻の穴に誰。やばい、めっちゃ眩しい。あ、チッヒーからのタンプレ使ってるって。絶対使ってないやん。と思うやろ。じゃんじゃじゃーん。使ってる。ちょっと恥ずかしいもんを出すわ。これはあかんから。じゃんじゃじゃーん。チッヒーからのタンプレです。うわー、使ってくれてます。そうやね、もう絶対な、今回の連泊で使ったろうと思ってな。もう準備しとったよ。嬉しい、なんか。そうやね。イエーイ。かわいいでしょ。女の子が大好きなジェラピケのなんかお風呂グッズを入れれるポーチですね。そうです。これやったら濡れても拭けるから大丈夫。そうそうそう。白もうーちゃんからもらったの使ってるから。マジ？それ知らんかっていうか。でね、ももるんからも誕生日プレゼントもらったんですけど、
アリエルのかわいいなんかそうバスグッズみたいな。かわいいそうだからね、モールンとチッヒーという私の好きなメンバーのコラボレーションやっと、プレゼントのコラボレーションです。やったー。あー、はい、ゆいはんさんショールーム中です。おあ、どうぞ。なるほど、ちょっとじゃあ後ほど。あ、はい、すいません、お疲れ様です。あ、全然お疲れ様です。大丈夫ですか？はい、すいません、びっくりした。ゆいさんが出てくれたらよかったのになぁ、ね、でも忙しそうやったな、うん、あ、もうこれ入れ忘れてたわちょっと急な出来事で分解されてるこれとかあんねん、言うかえ、壊れてないよな、多分大丈夫そうなんですよ。ほんでさ、ていうかいつも泊まりの時になったら何かをしでかすねんけどさ、うん、前は下着一式忘れてんやんかほんまに、うん、ホテル着いて、うん、カバン開いたらやばいパンツがないってなって、うん、そう買いに行ったんやけど、でなんか前はシャンプーをキャリーの中にぶちまけて、キャリーの中ベトベトになって、いやいや、はい、まあいろんな歴史っていうかいろんなね事件を起こしてきたんですけど、今日は、うん、っていうかさ、うん、あ、スキンケアで乳液するやん、うん、乳液で、で乳液がなくなったから今回の連泊用に買おうと思って、うん、でそれもなんか大きいのやったら荷物多くなるからちっちゃいの買ってやん、うん、めちゃめちゃ確認したのにさ、うん、化粧水買っててさ、えほらこれ嘘やろ、乳液買ったと思ったら化粧水やったんや、どうしてくれんねん乳液ないのじゃん乳液ないねもうすぐこういうことすんねん、言うかなあ、案外ポンコツなのかもしれないおいバラすな、バラすな言うな言うな、さすがって書いてるおい、さすがじゃねえよでも見て、あん、これはあんたんからくれたパック、あ、セカオワさんです。そう、あとね、東京グール待ってんけど、それは結構毎日使って、うん、そうそうそう、うん、まあ、あんたんは別に好きじゃないけどまあ、しゃーなし入れてる濡れたよまあ、これはね、感じですね。ありがとう、チッヒー。いいです、よいしょ、うん、うん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 、麺こーい、ありがとう、明太子明太子つけて握手会してみてよってバレますよなあ、でもさ、あの顔のさ、絵のやつつけたらさ、うんうんうん、まだいけるんじゃない？あ、確かに変身できる。そうそうそう、顔がそれやから、さっき村重に会った、へえ、こちらもあったな、よく会うよな握手会やったおるもんな、同じ会場に、うん、うん、早く抽選に行きなって、行きたいんだよ、こっちだって。今空いてるかな、え、空いてたら多分声かけてくれるからまだなんちゃう。あ、そうか、うん、リップ何使ってるって聞かれてんだよ、チッヒ。私はニベアの薬用リップクリームコスパがええな。なんかニベアのやつが一番保湿されるチヒルマクチュール。あ、そうなん、カサカサやけどな。チッヒは結構カサカサ女子なんですよ髪の毛はもう毎日広がってます
髪の毛は傷んでるとかじゃなく多いもんな。そうそうそう、しかも自分でアレンジできひんから、うん、こんなんしかできひん。可愛いやん。可愛い子は何しても可愛いから大丈夫。何？何で笑った今？ジワジワくる今の言葉。どういうこと？そんなジワジワくるの言ってた？うん。まあ、私たちはじゃんけん大会のユニット一緒に組んだということですが、うん、まあ衣装、はい、衣装どうするかということですよ。裸で出るのか、裸あり、服を着るのかあり、ね、どうする、どうしたい、どうしたい、可愛いのがいいですよね、着るなら。ヒヒは裸でも可愛いけど、どうする？何そのくどき文句みたいなな、大事なとこにピースつけるのか、どうする？この辺先輩おかしい。どうしたい？やっぱ、まあ、服は普通に着て、うん、着んのか、まあ、ワンポイントピースをつけたいよね、大事なとこに。うん。大事なとこにつけるの。うん、それだけでいいの。じゃあ違う、服普通に着て、あ、着て、そう、大事なとこにつけるの。そうそうそう、目立つところに。なるほどね。目立つところといえばどこ。頭。頭かい。3カ所あるねやって。よく分かってますな。3カ所大事なとこあるね、女の子にはね。怖い。キヒはそれでも可愛いと思う。ゆうかはもう安心安全の、いや皆さん、お着せさせていただきます。皆さん、うーちゃんのスタイル抜群な裸みたいですよね。見たいんか。見たいって、うーか大丈夫って来てるけど。なんでそんな動揺しやんといて、みんな。まあでもほんまにピースやから、うん、2人組やし、うん、やっぱお揃いが可愛いと思う。そうやな、うん、お揃い、お揃いにも種類があるから。そうですね、そうですね、うん、どうする、じゃあ目立つやつ、もう目立つやつしか言われへんねんけど。目立つやつか、地味なやつ。うん、目立つやつやな。うん、オッケー。双子コーデ、双子コーデね、今流行ってますよね。確かに。でもこうやってメンバーみんなにさ、衣装作ってくれるってすごくない？うん、本当に感謝よ。怖いわ。ハワくんの着ぐるみいいな、いいね、いいね。ハワくん、いいね、いいね。自分、え、もう自分着ぐるみみたいな。え、ゆうかがもうハワくんって、うん、おい。おい、違うわ、ハワくんは違うわ。ハワくんはな、あれや、あたりの相棒やね。頑張って突っ込んでます。頑張ってるとか言ったらもっと頑張ってる感出ちゃうから、やめて、やめて。大事なところにハワーク。まあ、みんなめっちゃ優香の真似するやん。みんなうーちゃん大好きやから。棒読みやね。思ってないことすぐ言いよる、ほんまに。ほんまちひーは棒読み直したいやつナンバーワンですよ。そうなん、棒読み。うん、エブルマはやばい。ラムちゃん可愛いよな、うん、コメントが面白い。
大好きの安売りやって言われてんの大好きじゃあ嫌いマジでジッキーって感情がわからんよな感情の起伏が少なすぎてさ全然トーン変わらへんほんまにせめて公演の時の煽りはテンション上げてもらっていいかな上げてるよ あれで上げてるあれで上げてるあれでボルテージマックス怖いえ怖い人来たいやいや、配信止まる配信止まる止まる中野の影響力あ全然大丈夫やったわほんまにあ、カメラすごい配信止まるごめんごめんごめん汚れたそんなセクシーな服着てさ最近レイナのファッションセンスが変わりましたあ変わりましたねあおばさんありがとうございますお優しいありがとうございます手どけなさい手髪の毛もどけなさいちょっと胸下げなさい胸下げなさいやめてもらっていいですかちょっと押さえるってことでそんな見せがったことありがとう楽しんでね2人だけしてこの方24時間テレビ出るのであマジですごいおめでとう見せてあげたいそれありがとうございます頑張ってめっちゃガッツギレまあセブンプラスなんで、はい、すいませんあ、ありがとう感謝しんや画質いいのでできてんのゆうかのおかげやし ありがとううんほんまにまた棒読みなってんでありがとうお、かわいいな今のお、いいぞいいぞいいぞかわいいぞかわいいなそこまでよくないよやってえおいおいおいいいだろう見えてるだろうみんなこっちはめちゃくちゃいいですよなこっちめっちゃいいよな、うん、あらいいねそれは多分通信が良くないと思う、うん、なんかさえ良くないやって良くないんかい絶対みんないいけどさ悪いって言ってるやんこれうまいリップ取れへんもういいやあと衣装どうしますかまあでも私たちの中では大体決まってるんですよそう実はねこの茶番そうこれは茶番最低みんなに見てもらっといて最低今のは茶番でしたそう茶番なんですコメントな多いな多いけどどう思うそれに関して大好きちょっと待って大丈夫ほんまに大丈夫大好きの安売りしすぎ今のはよち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 悲しいのあなんか来たかわいいやばいやばい人間じゃない人来たあキノコがキノコが動いているキノコが動いているやばいあ誰が人間じゃない人人間じゃない人でもついとるかうまいうまいようまいさすが払ってごまかすさすがさすが先生でしたさすがキノコさすがキノコもう遅いわ実はえのきなあれミルキーさんあれ今日握手会再開ですかえやばい握手会再開ってない？じゃあ再開復活握手会にも順位あるとかやめてくれる？悲しいやめようそれのやめようやめよう順位決めるのやだ握手会再開とかやめよう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 再開ってなんやねん再開なんですか一番嫌いな言葉やバカだれ再開は嫌や下から2番目がいいわなんだその喋り方残るいでは1芸人みたいな喋りみんな元気か元気だよジョンキーしたまだやねんまだか17時からお疲れ様です赤いえ
エノックス、エノックス。おしゃれやわ、おかしい。聞こえてる、聞こえてる。怖い。なんで喋れるんやろ。耳あんの？え、やばいやばいやばい。耳あんのじゃないやん。怖い怖い。ここにイヤーがついてるわ。イヤーやって。怖い怖い。この前のマダム君の収録から影響されてるわ。あ、まあ、でもそう言えないからまだまあ、ちょっとな、ふわっとな、ふわっとな、ふわっと、今のじゃ分からへん、今のでも分かる人は分かるかも誰やっけじゃないの、誰やっけって覚えてないの、宗哲さんやろほら、あー、宗哲さん、あー、じゃないでしょうか、おとつゆ話よもう、あ、うん、まあ、携帯触るならそこどけそんな言ったらかわいそうやろ、その子携帯触るならそこだけ、あれコメロコメさんより小鉢に会いたい、なんでゆうか待ってみたい、言うてる、わからへんやろ、わからへんやろ、小鉢言うてる誰やねん、誰やねん、食べてもお腹が空くわ、わかる、な、好みがな、なん食べたせいでな、こっちは売り切れてな、食べられへんかったんや、なん売り切れた、そう、え、ごめん全部食べ、全力で隠せー全力でグリーイエーイ、疲れるから、そんなことしたら腕を持ち上げて疲れるから、喉がしんどいわ先輩が戯れてるわだから携帯触るならそこどけ何回言うねんそれ、そう言われたら逆のことをするぞあー喉痛い、うんうん、なんだけになんやねんって突っ込んでる人いるしょうもな最低何て悪口か悪口は許さんぞ、え、もうめちゃめちゃ今好みの悪口言ってました、多少のことは慣れてるけどな、チッヒーが、うん、何やって、なんかボコボコにしてやろうって言ってましたもうボコボコやわ、もう顔がボコボコっていうかもうのっぺりしてるから凹凸がないねん、困ってくんねん、ちょっともうちょっとじゃあボコボコにして凹凸つけてくれるか言ってますこの辺とかもうちょっとへこましてさ、鼻を高く見せるようにしてくれ先生そんなふうにやってた先生何何何も怖い怖いよ、まあ、お仕事とか絶対嫌絶対嫌したことあったっけこの3人ってないないか、うん、ロケとかもないない、チヒとはあるようでないか、うん、トノミさんとはやってるな、ゆうかもあるあるか、バンジーしたやのに、コノミさんえ、どこ行ったっけ、どっか行ったな、でもあ、バンジーやバンジーや、バンジーや、あ、1回目のバンジーと2回目のバンジー相方、相方やちょっとこいつ飛ばないっすよ飛ばないっすよ、バンジー、2、3時間もクソビビりなんですよ2、3時間も飛んだ後待たされてねもうこっちはね、夜寒いのにね、ずっと川の上で待たされてね、に関してはね、あのバンジーに関してはアンチが怖いからやめて、いけいけ、アンチいけいけアンチいけいけじゃない味方はしないそやな、それはあかんない、アンチおるんやアンチはね、一回ついて去ったね、最近ね、あ、そうなの、それが縁か悪いかも分からない、そうやね、なんかアンチは無料の宣伝と分かれへん、分かる分かるみたいな名言も ね、あるしね、アンチの無料の宣伝とってやばいなんかそんな言ってたことない、聞いたことあるよ、聞いたことある、うんうん、喉が痛くなってきたわ、うちらもなんかカサカサどれぐらいやってんの、結構やってんの、どれぐらいやろ、分かれへん、ニット帽かわいいって、ありがとう、そんなことないよ、うまい、使い方が間違っとるよアンチはやのにアンチはに聞こえてるのかな、そう、めっちゃ言われる広告とへ35分ぐらいやって、結構してるな、うん、
面と読むとさ夢中になるな。わかる、真顔になるような。さささ最高、イエーイ。まあ真顔でも可愛いからな。最初の歌い出しが好き。さささ最高の世のネタいい色いるあるっけろ自分にねんで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 ん自分で盛り上げていくしかないなんかメロディーがむずいよな、あの歌後半はハハハハッピーってなるやろ。ハハハ、そうなん、うん、知らなかった。ハハハってハって言いづらいやん。だからきっとレコーディング大変やったやろうなって思う。いや確かに。ハハハってやばくない。でもあのハハハッピーやから、ハハハハッピーってハハハハッピーってことあ、おい、おい。今のめちゃ激しい。ちょっと待って。あ、やばい。え、なんかめっちゃ携帯でかない？だってセブンプラスやもん。あ、あ、そう。え、帰ったの？もともとや。もともとか。そんなも知らんのか。またえのきは携帯触ってます。お、えのき。ゆうちゃんはね、あ、はい、ちょっと言いたいことがあります。はい、手挙げてから言ってください。はい、はい、じゃあ加藤さん。わかってる。加藤さん、なんか私の生誕祭が8月16日にあるんですけど、なんかこの二人出ないんですよ。ごめん。ゆうかさん、ごめんなさい。あ、え、ごめん、めぐみ。あ、うるさい。あ、めぐみ違う。めぐみ違う。ごめん、ごめん、ごめん。待って待って、怒らっといて。ごめんね。ごめん。ゆうちゃん、ゆうちゃんとちひ出ないんすよ。ごめんね。もうそれに関しては激おこぷんぷん丸で、 M 全然出へんよな。私見た瞬間 M 全然出へんやんと思ったもん。同じポーズしちゃうといて。やだ、気合うね。あんたが真似したんや。いや、みんなスクショタイム。ごめん、ごめん、マジでもう寂しい。見捨てられたとしか思えない。もうだって、だって半年も一緒にやってきて、ゆうちゃんに感じ、うるさい。かわいいな、うるさい。なんやかわいいな、ゆうちゃん、私だけうるさい。どういうことや。声でかいね。どういうことや。会場が揺れてる。ほら、怒りない。おったん、まだ。まだおった、おった、まだおったまだおったんかい。いや、ほんまにちょっと寂しいんで、ちょっとビデオテープで、昨日 LINE で、おい。いやいや。てかな、ラインでな。うん。誰やねん、ライン来てんのって言ったら。ね。おお。うるせえ、うるせえ。ピー来たもんね。いや、ほんまに。じゃあ、その分の。うん。あ、え、待って待って、何を。おいしいならしゅう。そんな詰まってない。喜べよ。おい。そんな夢に襲われました。キスマークつきました。牛乳入れたんですけど、うん、私は襲われた。おー、ユミも牛乳。もう一回、もう分かって。なんでそっちだけ喜んでんねん。分かったって。ユミ連れて帰る。ユカ愛してる。ユカも愛してるよ。おばちゃんやん、もう。あ、オッケー、満たすわ。はい、じゃあ夏は歌を歌ってください。ラララララー。あ、かわいい。今のでもわかるわ。ならね、歌います。歌って。お、かわいい。みんなスキンシップ激しいのな。吹きすぎやって。よう吹いとかな、ちょっとついてるから。あれ、まだおる。あれ、まだおる。言ったらあかんとかないやん。まだおる。じゃんけんはまだいけそうにないですね。そうですね。エコノミー誰と組むの？エコノミー、そろそろ。え、そうなの？え、
のき来るか。そう。えのきソロで挑戦しようと思ったん？そうそう。それとも残ったん？ほら。それとも残ったん？そういう聞き方をしなさんな。じゃなくて？ん？それともハブられたん？入ってたけど？違うよ。入ってたけどハブられたって。結構な状況やったな。入ってたのに、やっぱやめてやってるんだろ。例えば好み抜きでやるわ。なんかやりだしてるんだ、それ絶対な。そこまで言われるってなかなかや。やっぱ人間同士でやりますみたいな。そんなことないです。キノコは違いますみたいな。違いますよ。違うか。まあでもソロでやるのはやっぱすごいね。ね。そう、一応なんか シードやってん、予選のあれは。あ、そうなん？5時からじゃんけんやろ。すごいやん。だって1回しか予選やらんでいいってこと？うん、あとさ、でもそれでも3回かかる。あ、そうなの？予備選があるんか。私毒舌、うん、いや毒舌やで。まあでも NMB のこういう会話は全部ノリなんでね。なんかやっぱさ、関西やからってさ、ノリで喋ってるからさ、きつく感じられる。あ、きつく感じられるかな。みたいに思われちゃう。確かに。あとさっき何も考えてない、うん、その時のノリで言ってるよ。ノリで全部喋るから。ほんまのことはちょっとしか喋ってません。そうそう、基本は嘘で。大事な時は真面目な顔するんで。そう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 。そうそう、あ、乾燥してるな。うん、そんな近い距離で見てたら目悪なるよ。虫。悪い子、悪い子よ。えのき漏れてる。食べたいか。え、違うわ。食べたいんか。おもる。おい、あ、写真撮るのね。邪魔しちゃダメね。ももや。なんか咳してるやん。そうやねん、咳してる。咳してるよ。携帯見ながら突っ込んでます。そう、耳だけはいいみたい。耳だけ。耳だけはいいみたい。顔は、あれ顔はすごい、すごい来た。急に顔は急に来るからさ、すごい怖い。てか予想を予想させない。超えて、なんか顔ちっちゃくなった。好み、うん。てか、クロミンさん実はスタイルいいんですよ。いや、そんなん、実はってどんずんぐりむっくりなイメージ。なんずんぐりむっくりって。クロミンはなんかこんな感じやけど、めちゃめちゃ体のことも気にしてて、そうめちゃめちゃ美意識高いね。そう、しかもイメージがないから恥ずかしい。しかも思ってるより鼻ちょっと高い。なんで思ってるよ。なんで鼻ちょっとだけ高い。何のフォローもなく。そうや、なんせ怒ってるやん。それは好みが一番ちょっと悲しめるんですよ。鼻に関しては厳しいから。だってずっと鼻。好みはな、3期生の初期から鼻のこと気にしてんね。昔からやってことは言わんねん。長い。そうやね。すき焼き。というか今日帽子も持ってきてん。どう思う？いや、なんか前髪が真ん中が長くなって眉毛上がってるみたい。一方通行。そやな、そやな。お、いい感じ。やばい、ハゲがバレる。なんかわいい。このラブは
君に向けてだよ。ウェイ。吐いてくるんですけど隣の人。え？ウェイ。赤色好きなんですよ。赤色はカープの色です。そうだね。いい、でもお強いね。お強いね。お強いです、カープさん。赤色は、まあ、これはあれやな。赤色は目立ちたがりな色らしいですわ。この2人目立ちたがり、この2人赤色好きなんですよ。でも黒も好きやから、うん、まあそれは、あ、あ、ナイフ、もしや、ナイフ、もしや、イエーイ、ふーちゃん、かわいい、今から握手して、あ、そうなん、ごめんな、いつの時に、またね、頑張ってください、ありがとう、頑張ってな、いい匂い、女の匂いがする、さすが、おはよう、さすが、さすが、バイバイ、すごい、かわいい、シューちゃんの匂いしたぞ。ここに来はったけど、女の匂いしたら、わかる、なんかさ、肉の匂いしかせえへんねんけど。それもする、それもするするけど、その前にいい香りが来たよ。そう、遠かったからあんま匂いしんかった。なんかしゅうちゃんとはまたタイプの違うね、清楚ですね。お、野球少年みたい。え、やばいやばい、カープってこと。ちょっと頭、あ、ちょっと頭大きいから入らへんよ。え、入らへん。最後まで入らへんかも。そうやん、それ言わんでええねん。バレてないでバレてないで。ゆうかも頭気持ちいいもんな。でもゆうかでもこれぐらい開けないとこれ入らへんねん。これほら、え、もうそんなに開いてんのそれ。そうやな、ね、もともとちっちゃい、うん、これもともとめっちゃちっちゃい。うまいもん。サイズミスやろこれ。ちっちゃ、めっちゃちっちゃいねんこれ。ほんまや、頭ちっちゃい。ゆうか頭はちっちゃいで、結構小顔に育てられて。それは大きすぎ。あ、せやな。まあでももともとじゃちっちゃいな、それでそれぐらいのサイズ。そうそうそう、これがちょっとちっちゃい。これぐらいがやっぱり。そういうキャップにさ、かぶって可愛いのめっちゃいいやん。え、かわいい？うん、かわいい。ほんまに？私かぶったらほんまなんか取ってつけたみたいになっちゃう。やってじゃあ。お、ちょっと待って、ちっちゃい？大きかった。あ、大きかった？え？頭ちっちゃいんや、じゃあこれは無理。これはやりすぎ。ちょっとむずいよな、それの調節。なんか取ってつけたみたいなんで、わかる？え、全然匂ってんで、うん、なんか頭の方がお似合い、むずい。なんかやっぱ取ってつけたみたいになってるんで。でもさ、 T シャツに赤色入ってるからなんか、うん、なんかいい感じ、うん、おしゃれ。ゆうかもそれ似合ってんで。なんかなんかさ、めっちゃ今のお世辞感そうなんだ。おい、気づいてなかったというかは。お世辞やったのか。でも可愛い。さっきとどこが違うでしょうかな。で、違和感なくない？なんか全然。全然ない。色味が。うん。こういうキャップマジ1個も持ってへん。そうなん？ 1 個もか分からんけど。あ、ゆうかが絵の利かして。ウェーイ。うぜ、うざいよそれ。こういうやつおる。コナミンやん。口をこう、コナミンやん。こんなんじゃない。でもやってるイメージな。コナミンやん。え、そろそろ抽選以下の終わんねんて。え、行こう。で、あと3分でね、握手会が始まります。え、嘘や
やろ。はい、私はね。ゆうくんたちも違う部じゃん。あ、そっか。え、休憩時間ずっとここおってくれたの。まあ、そう自分のことしなあかんのにさ、気づいたらこんな時間やろ。逆にありがとうやねんけど、楽しかったってこと。楽しかったってことやな。え、もしかしたらチューブなのかも。え、ゆうくんたちも握手会。え、あなたたちは何部の人。 1、2? 私今日は1、2、5、6。あ、じゃあ違うわ。多分よかったよかったよ。あ、3時間休憩なの。そうやで、結構時間あるんだよな。うん、もうコノミンさん大好き大好きって言ってんで。チッヒーが大好きやって。チッヒーがなんで何コノミのこと好きって、うん、ほんまに言ってんの。もう変わってんねん。変人やな、コノミンのこと好きな人は。みんな変わってるよ。そんな NMB みんな変わってるけど特に変わってる確かに。でもそこが大好き。何してんの、チッヒ。愛の押し売りどういうことラブやから、うん、ね、じゃあ優香になんかさ愛情表現して。どんなんが好きかな、うーちゃん何でも好き。好きもう一回もうちょっと近めで。怖い怖い。かわいいの。あ、やばいあ、やばいあ、行くよ、言われてんで。かわいい、チッヒマジ赤ちゃんみたい。カモンセテンション上げていこう。イエイイエイイエイ。準備はできてるかい。イエイ。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってこいよ。落ち着いていきや。落ち着きや。見てください、これアンチが作ってくれたティッシュなんですよ。やめてよそれ。見てほら、全部やめてよ、恥ずかしいから。ねえやめてよ、本当にやめて。どうしたの、映した、もしかして。え、ちょっと本当にやめてよどうしたの。嬉しかったよ、そうやってゆうかに作ってくれた時。とても。いや、チュチュちゃんこれ自分、なんで映したの。嬉しかったのに、それくれたの。嬉しかったのに。チュチュちゃんのバーカ。自分のことばっかって言ってるよ。間違えた間違えちゃったの。そっか、じゃあ握手会頑張ってね。鼻くそいらない。あー、言わないで鼻くそ飛ばしてきますよ。ねえ、言わないでじゃあ、すな。なんなん、もう。疲れた。行くか、そろそろ。そろそろ行くか。ほんじゃ、皆さん見てくれてありがとうございました。私たちピース頑張りますので、応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。一滴。一滴。